おはようございますボートレース玉川第34回レリースチャンピオンシリーズ5日目の朝です今日はいよいよ準優勝戦の日今日はですね東京は猛暑日の予報も出ております気温も暑くなりそうですけれどもレースの方も暑い暑い1日となりそうです今日も1日たっぷりボートレース玉川でお楽しみくださいそしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いしますどうちゃん 場内のスタンド側にやってきました、えー、以前ですねボートレース玉川の公式ツイッターでも紹介されていましたけれどもなんとボートレース玉川場内にですねオリジナルのマンホールの蓋ができたということなんですねその一つがこちらウェイキー君のデザインが施されたマンホールの蓋なんですけれどもウェイキー君以外に 皆さん同じ意味のしずなみまつりちゃんのオリジナルのマンホールの蓋もあるということなんですそのパターンがですね2種類あるということでご覧いただきたいと思いますこちらはい、えー、今日はですね、えー、場内にいろいろそのオリジナルのマンホールの蓋が散らばっているということなので探検に出たいと思いますそれでは行ってきます えー、ボートレス多摩川のスタンドエリアにはですね、えー、芝生のエリアがありましてね、ほのぼのとほっこりした雰囲気でレースもね、ご覧いただけるかと思います。こちらの芝生は天然芝ということで、えー、毎朝スタッフさんがね、水をまいていたり、えー、なんと機械でですね、芝生を整える、そんなね、えー、様子もレースの後ご覧いただけるそうです。こちらはですね、多、え、摩、ー、川のツイッターでも紹介されていますので、ご覧いただきたいと思います。さ祭、ま、りちゃんマンホール探検隊ドゥ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  いました発見しましたこれが噂の祭りちゃんマンホールですおはようございます可愛らしいじゃないですかしかもこの緑の芝生にこの水色の明るい色がね映えますねいかがでしょうかいやこのね今あのマンホールの蓋をこう写真を撮ったりするのも流行っているということですからね これはマニアにもたまらないですし、ボートレースファンにもたまらない、まつりちゃんファンにもたまらないものとなりそうですね。まだまだまあるんですよ<ー>まつりちゃんマンホールは、ですねここ以外にもですね全部で7箇所ありますので、皆さん、ぜひですね、場内をぜひ探していただきたいと思います。 ボートレース多摩川にお越しいただいた際には、このマンホールのね、蓋もコレクトしていただきたいと思います。まあ、最近ではですね、全国各地でオリジナルのマンホールのね、蓋もね、ええー、いろいろあるようで、マンホールカードというのもね、あるそうなんですよね。ぜひボートレース多摩川のマンホールカードもできないかなと個人的に思っておりますので、玉川さん、よろしくお願いしますということで、マンホール探検隊お送りしました。どうちゃんこ。